ビハイヤの長です。今回はですね、ラクジョブでどういった人材が採用できたのかという具体的な事例についてちょっとお伝えできればと思います。で、今回取り上げるのがですね、新卒未経験の 3DCG デザイナーなんですけども、マヤが使える方ということで、ちょっと募集をやりましたと。で、もともと時期がちょっとずれててですね、未経験というか新卒の方が入る時期とちょっともうちょうど終わっちゃったぐらいの時期だったので、そういった意味ではちょっとラクジョブで、まだ決まってないという人とかですね、もしくは第二新卒みたいな人をちょっと探していきたいということで相談いただいて、結局3人ほど採用が決まりまして、もうやってらっしゃるって感じなんですけども、3DS のゲーム開発の方で手伝ってもらってるって話でお話されてましたんで、もう今では多分3年ぐらい前の話なんで、もうそれこそリーダーになってる人もいるかもしれないですし、リーダーとまでいかないまでも、逆に後輩を教える立場になってる人たちもいると思うんで、そういった意味ではそういって新卒未経験の方募集されて、採用して育っていくっていうのはすごくいいなと思いますので、そういった何か採用関係ですね、興味があるという会社などございましたら、気軽にこちらの方までご相談いただければと思います。よろしくお願いいたします。